いいね。1メートル7センチってことですかね。濃いか。でもいい魚やな。逃げろ逃げろ逃げろ逃げてしまえ。5ですね。5、はい、対抗がすごいんで。おっちまいね。おっちね、幅があるからでかい。55ですね。2700ぐらいですね。また昼から頑張ってください。頑張ります。もう本当に品種分にならないように頑張ります。結構へこみました。全然釣れないですよ今日。それで一歩起きたのが僕に来たって感じですか。でも沖が釣れへんっていうのは。そうですね、もう真っ白ですね。真っ白で水温が3度から4度下がってますね。やっぱり雨風の影響かな。はい。で北の北出た時はもう 9.8 度ですから。うわ、すいません、財布忘れました。近藤さん、連休の対策は何か考えてる？そうですね、今日、まず今日の午後ですね。今日の午後、あの沖でもう濁りが取れたらまた沖に魚が釣れると思うんですけど、魚が移動したっていうよりはもうあの口を使ってないんじゃないかなっていうのが僕の予想ですね。で今日朝露地にチェックできたので、それはとりあえず消去して、あのちょっと浅めのウィードがある方で、でライトテキサスとかそういうのを入れていこうかなと。それで食わしていこうかなと思ってますね。この後ちょっとまた天気安定しそうですもんね。そうですね、昼1ぐらいからはちょっと水温が上がってきたら、あのモンド無用のピッチングショットでウィードの上をコロ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 落とすような釣りをやって、それとウィードの上と中を釣り分けて行ってみようかなと思っております。人多いやろね。そうなんですよ、結局沖で釣れないんでみんな岸に集まってきてるって。これはまたプレッシャーがあるので。でもまたそれ沖で論違う。どうでしょうね、やっぱ釣れなくなるんでみんなね、だんだん沖に行くかなと思いますけど、僕はいないんではないと思ってるので、口を使わないだけだなっていうのが僕の午前の答え方ですね、はい、お疲れ様。なんか寒いね。寒いっすよ。もうゴールデンウィーク前半釣り来られる方は冬の格好で、はい、もう分厚いジャンバー着てもらって。なんだろう、ま、この天気ゲロゲロやよ。でもね、服部さん釣れるんですよ。釣れた？いや、そんなでかいことないです。凶暴やこいつ、すごい。こんなは釣れますわ。えらい、いいの釣ってた。綺麗な魚、はい、はい、ディープから上がってきたばっかりの、はい、魚です。クランクじゃない？これは違いますね、やっぱり、はい、スピニングです、お楽しいです。3、4はまだ空いてるの？ね、4入りました。4入った。3だけです。3はまだ空いてるの、はい、3空いてますんでよろしくお願いします。チャンス3日。連休の作戦は何か考えてる？連休ですか、とりあえず人が多いんで人を避ける形なんですけど、そうですね、暖かくなってくるんでまたクランクかなと。クランク投げ倒す。はい、投げ倒します、ひたすら、はい。まあ、春の釣りはね、でもあのできるんで。それって別に対策でもなんでもないやん。はい、普段通り。いつも普段通りです。いつものこと。結局こう山派の前に入ってきて、はい、山派の前ぐらいのところがこんな感じでスピニングで食べて、でちょっとモンドもピッチにしたと思うんで、それはもう振り切りでした。はい、辛かったですか？ダメじゃないですか、この差が上げたら。1投目出たら仕方ないですか。そうか、1投目は出たんですね。あれ、浅野さん、今日はどんな感じどうですか？まあ、浅いところにいるかなって見に行ってきましたね。まあでも僕はあのメタンごっこなんで、はい、はい、ごっこ、はい、ごっこ、ごっこです。パチモン、はい、知れてますわ、僕の見つける魚ぐらい。今日はボート
釣れた。ちっちゃい。小さい。ほら、ほら。ナイス。もう一人は、テコギ。はい、ローボード。54? その前で。家いた。寒いもんね。そう。僕見これだけ。みんないろ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 です。朝は店長と一緒に行ってた。岸釣り。そう。店長が47センチ。釣った。2キロ。2キロ。でもあんまり釣れてないですね。みんなは釣れてないね。数は少ないですね。2.04 キロ。電球はどうすんの？普通に仕事しますよ。釣りは？釣りもします。普通ですね。ごく普通に。ごく普通じゃいかなず、店して釣りして持って帰って店します。連休だけこう24時間営業とかそんなのない。客来ないですよ。一回頑張って11時ぐらい前とかでも10時半超えるとパッと行く客止まりますからね。9時半がジャストです。連休多いやろな、こんな調子やったら人。そうっすね。ね、今年多いっすもんね。なんかもうこのボートでもこれ。行きすぎですね。月曜やで今日。そうっすね。昼からダメ？昼からはもうほぼ。ダメですね。結構シャローから魚が消えていってます。もう寒くなって1週間近く経つんですけど、だんだんと減っていってる感じがしましたけどね。特に今日は昼からひどかったですね。で、大雨でボディウォーターの水温が結構下がってるもんですから、ボディウォーター沖も釣れなくなってて、でみんな岸に逃げては来るんですけど、浅いとこも魚がいなくて、結局中途半端なとこでみんなもうスピニング使って釣りをしてるっていうような状況でした。連休大変だ。まあでも暖かくなるんで連休は大丈夫でしょう。お待たせしました。おいしそう。